体験版のセーブデータが見つかりました。もちろんそうじゃないとねだって僕の苦労がないもんね。ミートピア、おはようございます。テレソン申します。ミートピア無事製品版になりました。まあ、皆さんがね結構なんか実況してる人が多くて嬉しかったです。僕みんなとねミートピアの輪を広げていけたらなと思います。一時実況者で頑張ります。よろしくお願いします。さあ体験版には通れなかったねここの兵士に通していただきましょう。真面目な兵士。おや、体験版ではなく製品版になったんですねって言われるんかな。この先は最小状です。はい、でね招待状を渡すんですよ。でも体験版ここまでなんて言うなよ。失礼しました、お通りください。はいやった、こっからだな、始まるね。さあ体験版を超えたその先の旅にいざ行きましょう。いやーでもどうなんだろう、体験版でねある程度ちょっと鍛えたんだけど、あ、なに、あ、お城が見える、立派なお城しかしなんか体験版の時にだいぶ成長したからね、ちょっと裏でねちょこちょこやってたんですよ体験版。だからここからはねスピード攻略といきましょうか。最初の城まで行きたいところ。来たか、鍛えた自分たちの力見せる楽勝でしょ。だって待ってね、ティラーも勝手に行動さ解いといて、いざ行かん。レベル15です、気づいたら気づいたらねこの時点でレベル15、高い部類に入ります。さあ行かな行きます、せーの、はい、よいしょ。おー79 79は鍛えすぎたか、ちょっと待って、アンナ鍛えすぎたか。リリア様ライトニング、いいねリリア様ちょっと待って鍛えすぎた、こんな感じなんでまあ出ました。おお、来た、美食家イベントですね。美食家が基本的にレアな料理なんですよ。モンスターが基本的に落とす料理はあんまないんじゃないかな。なんと今の楽曲、しかし甘さはしつこすぎてさっぱりとした後味はまるで平原を吹き抜ける一陣の風。おや私は美食家日記髪の毛どないなってんのよ本当にね、このねこの感動ということで普通にもう激レア料理をもらえます。もうただただ順にプラスメント、この人にいっぱい会いたい。あ、そうか、王様の配役しないといけないのか。ちょっと頼りないが国民から親しまれて食べるの大好き。じゃあ配役しましょうか。国一番の美女と評判、密かな思い人がいる。お、隣の国の王子、第二王子、姫の婚約者、女王である母親と自分のことが大好き。なるほどね。あ、結構いんな、落ちぶれた貴族の息子、結構配役すんなこれは国一番、ちょっと待って、国一番の美女、密かな思い出、こいつだ。お、城に来ました。じゃあ最小城ですね、配役したミーがいるんですけど見たくないな、配役した人の気持ち考えてよじゃあ行きますか。あ、クラティア君じゃん、君が唯一まともわく、さっきのね、クラティア君ですね。クラちゃん王の城です。失礼の内容ご注意ください。はい。おお。君は、ゆるい兵士、福田康夫。王様は毎日毎日食べてばっかりだよ。この国は早くやることがないんだ。君それだけの扱いの、ああ、待って待って。お。見たくないな。よく来たな、旅のものよ。ん？おお、なになに？ちょっと待って待って待って、インパクトが、インパクト絶大。あ、なかなかインパクトにわしにな、クロちゃんなんかインパクトいいんじゃない、なんかいや、インパクトも十分だね、なんかいいわ、なんかしっくりくるかもこれは。最初の街が大魔王に、そう、大魔王に襲われたからここも危険だよって言って、ここに来るんだよっていうね、あ、とか間に合ったんだね。顔を大魔王だと、そんな奴がいるわけ、いたやん、早っ、フラグ回収早っクロちゃんのフラグ回収早くねそうだね、王様が動いてるのもう食べることすらできないからね。王様の顔をじゃあ取り返しに、まずは第一はそこだね。わあ、結構遠いね、王様助けに行きましょう。はい結構普通に、ああ、じゃあ君たちにも話しかけよう。まともわくじゃん、リンフォルさん。
支える兵士、めっちゃ真面目そう。私の任務はただ一つ、王様を支えることです。何かとも支えますよ。支えるだけなんやろ助けてはないやろ、支えるだけなんやろ。君は支える、麻生太郎王様を支えるため、体の種とか支えるためなんだよね。支えてるだけなんだよね君たち。というわけであそこのマップまで行くんでね、雑魚戦をね挟みながら移動していきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ、はい、終わり。いやー、ジャンパ強いね。リディア様、ドン。リディア様強すぎ。チラはアンラが気になる。え、なに、ピコ太郎もアンラが気になる。ちょっとちょっと、あ、むむ、ダメだよ。二人ともどうかした？なんでもないよ。あ、ダメダメ、ちょっと待って。おー、何その三角関係。俺ピコ太郎と喧嘩してんのか。俺ピコ太郎好きのやつ全員敵に回すからダメだよ。よし、いいぞあ、おー、いいね、テントイベントだ。もうクリア後は見れないからね、こんなの。そろそろ寝よう。みんな寝ちゃったら危ないです。起きて見張ってないと。ね、マイペースと天然がいるんですよ。ティラとピコ太郎はマイペース天然なんで、まあ間違いが寝ます、こいつ。リディア様、今回の主力はあなたです、リディア様。見張ってる。しっかり起きている。まあ、クールな性格だからな。マイペースだったら寝そうだもん。リディア様ごめんな、目やっかいな。朝にやがて夜が明けた。おお、さすがにリディア様だな。しっかりしてるわ。おはよう。あー、リディア様だけ回復してるのか。もったいないことしたな、こりゃ。おっと、来たか。行きますか。馬がね、解禁されて、時々ね、行動を補助してくれます。やりましょう。鼻息。僧侶の火力の低さは馬で補い。やっちゃいにさーん。ドーハー強すぎだって、それ。はやぶさはやるじゃん。うん、来たか。さあ、王様のとこまで来ましたんでね、これで。ってことは、王様の怪物がいるってことに、ゴーレムだ。さあ、製品版。お、BGM 打ち込む。製品版初めてのボス、クロちゃんゴーレム。強そう。ゴーレムは強いな。まあでもだいぶ増えてるけど、まあ蘇生魔法もあるし、まあとりあえず普通にエーペチといきましょうか。まあでもここはね、アンラの火力に期待したいね。はい、1276100ダメージ出んのか。リディア様目がほいよ。85ピコ殿任せい。よし、3人でいけ。はい、うおお、いいよ。アンラ、まさか行くわ、アンラ。非常攻撃が強い。強化攻撃、え、あ、え、嘘。え、もしかしてワンタン、ちょ、え、あの、ワンタンキルした、ボスって一体？さあ、体験版はじめに見るね。そうか、ちょっと固有だな。普通の人と違うから固有なんだ、ここ。飛ばさなくてよかったわ。ちょっとムキムキポーズで戻った。肉ブンブンしない。いやいや、クロちゃんのアップやめろって。クロちゃんのアップなんて誰も得しないでしょ、ちょっと。あぜんとしてるし、みんな。いや、鏡もでかいな。戻った。戻ったぞ！ありがとう、ありがとう！お礼にこれを受け取ってくれ。あー、これはでかい。この時点で1500円収入でかいね。序盤ではでかい。さて食べるぞ、結局か。でもこれからどうするんだろうね。大魔王、はい、大魔王トランプ、はい。困ってるやつがおられたものだ。姫にも注意してやってくれ。遅そう。遅いよ多分もう。なんか言った直後から遅いんだけど。遅いよ多分クロちゃんさん。この国一番の美女ということで、あら。なん、どのたかし。やめてよ、こんなのないよ。ひでえわ、配役したの誰だよ。
このこりちまの美女じゃねえのかよ。なんだこいつ。松添とじじ。ちょっと待って待って、やめて。大毛布が最初の町よ。そんな、可愛くない。ランダ大丈夫なの？あ、配役したもう一人だね。町にいる友人が心配で。ランダ、これ見に行ってください。いやね、決まってんだろう。お前、なんだよ、お前、誰だよ。彼に伝えてください。松添とじが心配。はい、松添とじが心配してるのね、伝えるのね。わかった、行くけど。これは配役間違えたなぁ。あれ？なんかいるぞ。ほら。気づかなかった。キンピョンじゃん。こちらですね。この世界にはキンピョン、チンピョン、銀ピョンっていうボーナス敵がいます。フィールドにいんの？狩ろうぜ。あ、逃げなかった。もう狩るだけよ。普通に狩るだけ。あ、ビッグエポン？まさかの。あんま強くないから多分狩れるでしょう。終盤こいつにお世話になりますよ。よいしょ、もう、クール。これはまさかの弱点攻める。よし、こいつにはね、金が手に入るんでね、ありがたく頂戴します。あれ、あれ、ダメの水は、はい。そう、なんでいないの、ダメの水博士。組長、心配性だな。組長さ、どうなってんの。久しぶりに見たわ、組長。早くぐっちゃぐちゃやな。別の方もお願いしたのです。あー、あの方ちょっと頼り、組長の方が多分ね、頼りないって多分お前が言った方がいいぞ。おー、誰？ダメルメ探せ、探しに来たよ。ほわーん。この声は、おー、ゴブリンならいける、ゴブリンなら倒せって、ゴブリンなら倒せって、大丈夫大丈夫。助けないと。やめろー。頼りねえ。頼りないなぁ。なんだよ、この絵は。よえー。頼りな、チーンじゃないんだよ。頼りない王子だな。大丈夫か？僕には無理です。助けてあげて。頼りないなぁ。これ多分ね、ゴブリン3体でしょ？多分、まあ、2手で終わるだろうな。あー、1手で終わるわ。ごめん。これごめん、1手で終わる。はいはい、やっちゃえ。はい、バイバーイ。炎の息だ。ダメの水博士、久しぶりに見たわ。ここで2人が合流するんだね。落ちぶれた貴族のそのランド、オリキャラです。まあ、なんか僕らしいクリエーションですね。はい、普通のイケメン格というか、僕はランドに。起きろ。起きろ。寝ながら言うな。マスドイトチジヒメが心配してたよ。そうだよ、マスドイトチジヒメが心配してたよ。え、ヒメが僕のことを。はっ、それであの怪物は一体。遅っ、遅い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 。僕はいないね、そんなことが。あんな怪物を倒すなんて、君はすごいんだね。僕には全然無理だったよ。それじゃ失礼します。動きが弱々しいんだよ、めめしい。お前の方がヒメに向いてるわ、むしろ。あ、ここには戻っては来てないのね。そう、ランドは無事だったのね。よかった。これお礼です。あー、お金もら、姫からお金もらっていいの？なんかいろいろとまずい気がするんだけど。マスドイト知事からもらったぞ、お金。おー、これこれ姫や。いや、まあ、なんのこの絵。なんこの絵は。配役したの俺なんだけど。ランドのことは忘れなさい。お前には婚約者のスラリン王子がおる。よいな。すでに姫には婚約者がいるんですね。さっきの人と違って。パパ、そんな。今姫の婚約者はこちらに向かっておる。そうだ、ちょうどよい。婚約者を迎えに行ってもらえんか。なるほどね。隣の国の王子でな、国境の山まで来ているはずだ。山に向かってる。じゃあ山に向かうってことは、多分またすっ飛ばすのかな。すっ飛ばします。はい、メガホイやっと。85。旅の疲れで険悪なムード。おいおい、大丈夫か。気をつけてよ。そっちこそ。おーい、うーうー、ふん。あー、ちょっと待って待って待って、ダメだよ、ちょっと喧嘩しない。あー、ちょっと待って。ちょっと、2人ともちょっと争わないの、争わないの、ちょっと。これね、でもね、皆さん安心してほしいんですよ。
怒ってる時っていうのは結構行動をサボったりとか喧嘩したりとかあるんですけど、まあ、今回に至ってはですね、その心配があまりないんですよ。パーティーにこのアイドルであるピコ太郎いるじゃないですか。アイドルが実はですね、この怒り状態を解除するっていう状態異常がありまして、それがあるんで、まあそこまで問題じゃないっていうね。だから皆さんにとってはね、険悪なものを見せてほしいっていうのもかもしれないけど、多分ピコ太郎が何とかしてやります。その前に私はね、馬で何とかします。その前に私は鼻息でポン。はい、行きまーす。はい、バイバーイ。その前に何とかしたわ。山登りってきついね。もう歩けないよ。情けないなぁ。アイハブは全然平気さ。アイハブ。なぁ、アイハブは全然平気。ティナ大丈夫？おんぶしてあげよっか。いやぁ、アンラ、お前おんぶされる側だ。え、ほんとに？じゃあアイハブも。二人ともおんぶできるか大人二人が情けないぞ。ねぇ、何イライラしてんの？大丈夫、ピコ太郎。ゴー！ラブ&ピース。ラブ&ピース。イェーイ。ムカムカが治る。これだけでね、もうね、ああ、アンラだけか。リリア様がアンラに怒ることはないんですよ。あとはアンラがラブ&ピースしてもらえばそれだけ。結構簡単ですよ、だから。アイドルがね、何分強いわ。アイドルだけ地獄だよ、これ。めっちゃ足パタパタさせてる。イラ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 。うん。おお顔が棒を覚えたやないか。遅いぞ、バカ者早くミルコン連れて行け連れて行けじゃねえんだよ、ボンファイターみたいな。なぜ一人待っててくるもの？実は怪物を乗せてた。俺は勇敢に戦ったのだ。だが部下たちが弱すぎたんだよ。くそ仕方なく一人撤退して。うん、ひゃっ！え？え、俺、待って。はぁ、あ。グリフォン。なんかね、俺 3DS でこいつに嫌な目にあった気がする。普通に強かった気がする。でもね、見て。ここにね、振りかけ。見てください。HP560、MP240。体験版やりすぎたんじゃない？でも振りかけなくても勝てると思うよ、ここまで来ると。なんかこのグリフォンに嫌な思い出しかないな。いけっか？ GO！頼むわ、とりあえずアンナがね、今んとこ。目が入れー !90! ピコ太郎頼む！よし、オッケー！ラバンピース！イェーイ！これで、もう大丈夫やな。アンナ頼むぜ、ジャンプ切り !74! 12! あ、弱。おーい！避けて！ 12 は弱いわ。あ、いった！気づくのが遅い。3回行動かよ！あ、こいつ3回行動すんだ。俺が手を下すまでもね、何をしてるのお前は。NPC 戦闘員何の役にも立たんな、お前。NPC 戦闘員としてはいいのに、あ、これグリフォン終わるわ、このターンで。頼む、決めてくれ。リリア様任せい。これ終わるわ。メガファイヤー。あー、ファイヤー、それ。ええー。序盤の鬼門とは何だった？